まず、ブーツに足入れます。足入れて大切なのが、まずかかとを、しっかりフィットさせる。はい、これトントントンってやることで、かかとの部分にある、ブーツの中身でポケットがあります。かかとが収まるところ、そこにしっかりとかかとをまずフィットさせます。次にインナーシューです。こういうようにしっかり引っ張って締めます。この時の姿勢見てください。まず紐を持ったら肘伸ばします。膝伸ばします。今みたいな感じで肘と膝を伸ばして体重で締めていきます。でポケットに入れて、タンが重なってないかしっかりチェックします。で次に足の甲の部分、すねの部分がね、甲の部分から締めます。次にすねの部分です。これも同じ要領で膝を伸ばして肘を伸ばして体重で締めます。はい、これでしっかり締まっている状態ですね。で、ブーツを少し柔らかく履きたいなっていう場合はすねの部分をちょっと緩めに締めます。そうすると、はい、今のように膝が入りやすくなって、なんか結構トリック系のグラトリだとかジブ系の技はやりやすくなるかな感じですね。あとは微調整するような感じになります。あとはズボンとかウェアとかそういうのをブーツの中に絶対入れないように、中に入れてるのは、ソックスもしくはタイツぐらいです。でウェアをかぶせます。しっかりかぶせて雪が入らないようにしてウェアをかぶせて、はい、完成。